神のプレイを生で見れる機会ってある、ありますよ、全然。あ、テトリスはね、なかなか機会ちょっとは薄いかもしれないけど。ただ、全然あるっちゃありますね。イベント関連とかに。お会いできれば。よし。こいつが言う、あー、間違えてプヨ選んでしまった。ついにやらかしたぞ、俺。まさかのここでプヨです。さあ、これはプレミアだ。しっかりプヨやっていくか。いやー、タイタでやったことないんだよな、ほとんどな。やらかしてしもうた。ついに俺が、このプヨを選ぶという。まさかの、まさかの出来事。おい。さあ、これで連勝が途切れたくないんですが。おい。やらかしてしまった。まさかすぎる。おい。タイタとほとんどやったことねえんだよな。まあ、とりあえず同時消しするときは割と強いっていうのは実際あるんで、まあ、同時消しはしておこう。ほら、はい、で回し持っていけば強いっしょ。はいはい、そう、間違えただけですね。例えば同時消しで、あまりでもリソース使いすぎるのよくねえんだよな。オッケー、確定演出。これでも俺多分初だと思う、間違えたの。本当にね、間違えたことないからな、見事に今まで。シャドウエッジ、待って、パフェやめろ。あ、やっぱパフェ言うほど火力でかくねえな。緑か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 、ね、ね、サービス精神。前間違えたけど回線切れ、あれは回線切れたというより手がったって言った方が正しいけど、勝手になんかプヨ選んでないのにプヨ選んだことにされて手がったって言った方が正しいけど、正直言うと。あれ触ったんだよね。だがしかし俺はぷよぷよもプロゲーマーやってるんで、ぷよぷよ上手いんで、そう簡単には負けませんよ。オッケー、しっかりと勝ちを決めていく。なかなか見えないんですけどね。あ、こう見えてぷよぷよもちゃんとプロゲーマーやってるんで上手いんですよ俺は。あぶねあぶね、これで連勝が途切れてしまうところだった。